こんにちは、久しぶりです。皆さんはこれ、知っていますか？そうですね、アイスとか、ポテトサラダをすくってきれいに落とす、ディッシャーですね。今日はこの、ディッシャーを作ったので、その仕組みを紹介したいと思います。では行こう。ということで、でかいやつで説明します。めちゃくちゃ簡単な仕組みで、見ただけで理解できそうですが、尺が欲しいので、丁寧に説明していきます。まず、なんでディッシャーが便利かというと、作ったアイスがくっついて取れなかったとしても、ブレードが剥がしてくれてうまくアイスが落ちるからですね。ではこのブレードはどうやっていい感じに動いているのか、見ていきましょう。ブレードから持ち手の方に軸が伸びています。この軸が半回転することで、繋がったブレードも動きますね。この軸はどうやって半回転しているのか。見ての通り、ハンドルを握ることで、歯車が回転して軸に伝わります。歯車の刃の数がちょうど良いので、うまく半回転で回転が止まるようにできていますね。ちなみにハンドルはバネによって、握った後は自動的に元に戻ります。これが全体像です。ハンドルは片方のみ動くので、握った時真上から見ると歪みます。そして、ハンドルが軸にぶつからないように、真横から見ると斜めになっています。ディッシャーの説明はこんな感じですかね。なかなか再現度高くできたので、満足です。では実際に使ってみましょう。よしどうも、アイスとディッシャーを用意したので、実際にすくってみたいと思います。美味しそう。こんな感じに握ると中の歯車が動いてブレードが動くっていう感じです。まあ簡単ですね。説明しなくても。じゃあやってみます。よいしょ。なんかね、動画で使い方を見たんだけど、一回じゃなくてこう 何回かに分けてすくうといいみたいですね。でも待てよ。センスないかもしれない俺。もしかしたら。うわぁ、下手くそー。どうしよう。まあ、まあいいでしょう。はい。これで、握ると、ポンと、落ちてきた。こんな感じです。美味しそう。じゃあ、以上、今日のディッシャーの説明でした。ツイッターとかやってるんでね、よかったら、ツイートじゃないや、フォローしてください。バイバーイ。